ということは述べておりましたね。なるほど。さあ目下おそらくトップと思われます李翔平選手であります。あん馬がうまいことはもう日本でも知られていますが、この平行棒はどうでしょうか。日中おっとデュアミドフですね、4分の1ひねり、はい、外に出ましたね、はい、これはちょっと独創的取れ、ま、独創性取れますか。はい、非常にあのデュアミドフが、はい、得意なんですね。はい、後方の駆け込み2回宙返りであります。なお具志堅選手の鉄棒は 9.70 であります。具志堅選手は結局 9.70、 これで6種目全部を終了しております。李翔平選手は現在これが5種目目であります。 A 班と B 班に分かれておりまして、李翔平選手はまだ鉄棒1種目を残しておりますのでちょっと比較が難しいんですが、具志堅浩二選手は全部の演技を終了しております。